いや嬉しい、松山英樹選手やりました。皆さん本当夜中から見てましたよね。僕も見てました。途中で目覚まし8に変えることなく見てました。本当もう最後の最後まで、もう18番ホールあのバンカー入った時、バンカーショット大丈夫かなっていうふうに思いませんでしたか。いや本当素晴らしいバンカーショットもあり、最後ボギーでしたけれども、本当にあのよくぞ日本人で初めて勝ちましたよね。いや本当にあの嬉しかったです。であの優勝のパットが決めた後、まあ控えめって言いますか、もう本当にこうあの一緒に回っている選手に対してもこう敬意を表すという意味でも本当に嬉しかったですね。本当にあの優勝の瞬間、全員がやった素晴らしいっていうね、大きな声を上げたと思いますけれども、本当にあの川淵三郎キャプテンもあの血圧が180から90まで上がったということで、本当にそれぐらい興奮されたということで、本当僕もそういう気持ちで見てました。いいですねスポーツ、こういうコロナ禍の中でそういう素晴らしいニュース、まあ、それに先立って水泳の競泳池江璃花子さん、またこれも感動を呼びました。本当に、思い返せばもう本当白血病っていう発表があって、それから本人も語ったように、24年のパリを目指してっていうことだったんですけども、本当にもう凄まじい想像を絶する努力をされたと思います。まあ、その甲斐があって日本選手権で4冠達成、こんなこと誰が本当想像予測したかというほど、あのトレーニングを再開された時から本当に、食事の面、練習の面、そしてもうすべての生活の中をその水泳に費やして、よくぞここまでっていうふうに思いますよね。本当に、まだまだタイムが上がっていくと思いますし、そういう意味ではこの本当に東京オリンピックパラリンピック100日前を切った中で、スポーツが本当にいいニュースを、伝えたというふうに思いますし、もちろん、コロナ禍の中で、第4波っていうふうに言われている中で、もちろん皆さんが、ある程度の生活を制限される中ですけども、しっかりと命を守りながらですね、またワクチンの接種も始まってますし、いろんな意味で、右肩上がりにいい方向には向かっているとは思いますので、引き続きですね、そういう感染防止を控えながら、この東京オリンピックパラリンピックで大活躍する日本人選手を応援できるような、そういう体制にできればなというふうに思います。まあ、僕が今回この2人のアスリートに対してすごく感じたこと、それぞれのスポーツ、ゴルフの IQ、 水泳の IQ、 それは非常に高いと思うんですね。でもそんな中で違う部分、やっぱり人間としてのこの温かみ、EQ っていうものが非常に高かったんじゃないかなというふうに思いますね。一アスリートのとしての部分とはまた違う原点の部分で、人間味、人としての温かみ、コメントを聞いていても非常に、なんて言うんでしょう、特別な存在っていうことではなくて、本当にいろいろな挫折、苦しみを味わいながら、非常にこう人間としての成長過程の中で、感じるもの、感じたものというものを失うことなく
栄冠栄光を手にしているんですけれども、こう本当にコメント一つ一つのなんて言うんでしょうね、心に響きましたね。池江璃花子選手が本当努力は報われるんだと、たった一言ですけども、本当に彼女の今までの人生のストーリーの中で本当素朴にそれを言えるんですけれども、でも彼女の本当壮絶な戦いてきた中での努力は報われるっていう言葉、本当にそれは自分のことを伝えなかったことではなくて、皆さんも今大変でしょうけれども、一つ一つ小さなことを努力して いきましょうというメッセージがあったというふうに思いますね。また松山英樹選手が本当に4日間のオーガスタでのプレーの中で怒りを持ち込まないようにしたっていうお言葉もあったんですけども、本当その中でチーム松山として本当にプレーする中で失敗があっても振り返ることなく次の目の前のコースプレーホールっていうものをしっかりと前を向いて先の栄冠結果を意識することなく、過去の失敗で怒りを持つことなく目の前のこのホールに集中する、一打にプレーに集中するということが非常にこのチーム松山として非常にメンタルコントロールというものも本人の努力もあったんですけども、そういうところでのプレーの結果が優勝に導いたんじゃないかなと、素直に僕が偉かったんだ、僕の才能なんだっていうことではなくて、しっかりその辺の感謝の気持ち、そして、結果を出した後に恩師にすぐに電話を入れるあたり、見習うところが多いですね。誰にでもそういうことがチャンスがあって、そして、そういうことの積み重ね、EQ の高さがあったからこそ僕は、運も引き寄せて優勝に導いたんじゃないかなというふうに思います。いや本当に、もう、100日を切って、まあコロナ禍ということもあるんですけれども、まあそれぞれが本当に、力を努力をして、そして力を合わせてこの2人の東京オリンピックでの活躍期待していいんじゃないでしょうか。期待しましょうよ、本当にどういう結果であれ優勝を目指して、プレーすると思います。競技すると思います。まあ、それを本当にいい時も悪い時も人生長ければある、そんな中で、しっかりと目標を持って目的を持って夢を持って、行動する、本当に今皆さん国民に一人一人に必要なことじゃないかなというふうに思います。もう今日はもうそれだけが言いたかった、それだけ、もう本当に切りましたよ。いいニュースが伝えれた、本当に嬉しいです。自分の感想ばっかりですけども、次の授業の時にはですね、サッカー日本代表日韓戦がありました、そしてアンダー24のアルゼンチン戦もありました、そしてなでしこの2試合もありました、そういうものをどちらもオリンピックで活躍するチームだと思いますので、そのことを次の授業でしっかりと伝えたいというふうに思います。とにもかくにも松山英樹選手、池江璃花子選手、本当におめでとうございました。嬉しい。